こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書待合室の解説をやっていきたいと思います。小さな個人病院の待合室にはいろんな人が集まってくる。そこではある時にはいろんな世間話がなされ、ある時には新しい出会いが待っている。そんな町の社交場となるような病院の待合室で、今回はどんなドラマが起きたのだろうか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。待合室を覗きながら枝先生がこう言った。今日もおじいさん来てるのか？枝先生はこの町で小さな個人病院を開いている。その名も枝医院。枝先生は50代後半で大きな恰幅、体つきが良い太っている先生。で、枝医院の中のお医者さんは枝先生だけで、あとは2人の若い看護婦さんがいるんだけど、枝先生の言葉を聞いて2人の看護婦さんは同時にうなずいた。枝先生がおじいさんのことを言う前から2人の看護婦さんたちもそのおじいさんのことが気になっていたみたい。あのおじいさん来てるよ、こういうふうに同時に枝先生に伝えたんだね。枝先生は非常に親切なお医者さんで、診察を決して急がない。一人一人の患者とゆっくり話をして、患者さんに病状とか治療法とかをしっかりと説明する。だからみんなが待合室で待っている時間というのは自然と長くなるんだけど、それに対して文句を言う患者さんはいない。一人一人時間をかけてゆっくり見てもらえるんだからその方がいい。こういうふうに考えてみんな納得しているんだね。二人の看護婦さんたちは忙しく動き回っているけど、枝先生はどっしりと肘掛け椅子に収まっている。まあそこにも安心感があっていいよね。だからね、この枝医院っていうのは非常に居心地がいい病院ということができるんだけど、実はこの3人がさっきから言っているおじいさんというのは来るべきでない人なんだね。そのおじいさんの名前は山崎さん。山崎さんもね、自分がここにいてはいけないということが分かってるんだろうね。待合室の隅のベンチで背を丸めて縮こまっている。枝先生と違って小柄な体の山崎さんはその小柄な体をさらに縮こまして背を丸めてうずくまっているの。周りの人から話しかけられないように目もじっとつむっているみたい。この山崎さん、なんでそんな居心地悪そうなのにこの枝医院に今日もやってきているんだろうか。実はこの山崎さん、前までこの枝医院に通院してたの。山崎さんは73歳、職業は植木職となっている。高いところに登って木を切ったりする仕事だろうね。だから2ヶ月ほど前に仕事中に右肩を強く打ってこの枝医院に運び込まれたっていうわけで、その後この枝医院に毎日通院してなんとか1週間前に回復した。もうこの病院にやってこなくていいよ、もう怪我は治った、こういうふうに言われたっていうわけ。でもね、それが1週間前のことだから、それから後の1週間も山崎さんは毎日この枝医院に通ってくるっていうわけ。もちろんね、看護婦さんたちは山崎さんにもう治療は終わったんですよ、通ってこなくていいんですよ、こういうことは言うんだけど、それでもね、山崎さん毎朝8時半になると必ずこの病院にやってくる。で、先ほど言ったような申し訳なさそうな体勢で、縮こまった体勢で待合室でじっとしていて、昼過ぎぐらいに帰っていくので、そんな山崎さんを気味悪そうに横目で眺める他の患者さんもいる。だって山崎さん治療するわけでもないのにずっとその待合室で居座っているんだからね。で、山崎さんの性格も決して社交的とは言えない。他の人とは一切話をしないの。これがね、おしゃべり好きだったら他の人とコミュニケーションを取ることでそこの場所にいても、まあ他の人から気味悪そうに見られることもないかもしれないけど、山崎さんがそこでやっていることは目を閉じてじっとそこでうずくまっているだけで、そんな山崎さんに枝先生はこんな推理をした。もしかして山崎さん通院している時に誰かと知り合ってその人をそこで待っているんじゃないだろうか。で、この言葉を聞いた2人の看護婦はびっくりした。いやいや、山崎さん、この待合室で他の人と口を聞いたことなんてないでしょう。基本的に山崎さんはむっつりだんまりだから、ここの待合室で誰かと知り合いになったとか友達になったってことは考えにくい。そういうふうに看護婦さんたちは
思ったんだけど、それを聞いてじっくりと山崎さんの待合室の様子を観察してみると、あ、確かに枝先生の言うことは当たってる、こういうふうに思えてきたんだね。なぜならずっと目をつぶってるように見える山崎さんの目が時々薄く開くことがあるから。で、どんな時に山崎さんが薄く目を開けて見るのかというと、玄関に患者さんがやってきた時、誰かが枝院に入ってきた時、山崎さんはそれを確認しているようなんだね。で、そのことを看護師さんが枝先生に伝えると、枝先生は満足そうに微笑んで、じゃあここに山崎さんを呼んできてくれないか、こういうふうに言った。枝先生、これでなんで山崎さんが毎日ここに通ってくるのか、その訳を聞くことができるぞ、こういうふうに思ったんだね。で、枝先生に呼ばれて診察室に入ってきた山崎さんは、不安そうな表情だった小柄な体をますます縮こめている。山崎さん、自分がやってることを注意されるかもしれない、こういうふうに思っているんだろうね。でもね、枝先生は優しいから、山崎さんを注意するようなことはしない。反対に山崎さんの力になりたい、こういう気持ちを山崎さんに伝えて、優しい口調で山崎さんに事情を聞いていったんだね。で、話を聞いていくうちに分かったこと、それは山崎さんは確かにここの待合室である人を待っているんだけど、その人の名前は分からないということ。でね、その人と山崎さんはある約束をしたから、その約束を果たすために山崎さんが毎日ここの病院にやってくるということが分かったんだね。で、その約束をしたのは今から1ヶ月と少し前、5歳ぐらいの男の子との間に交わされた約束だった。その山崎さんと男の子がそこの待合室で会ったのは2回だけ。1回目は2人は言葉を交わすことがなかった。でもね、2回目会った時、男の子は山崎さんのところにやってきて、おじいちゃん、この虫知ってる？こういう風にカラー写真が載っている本を山崎さんに見せてきたんだね。それはクワガタムシの写真だった。その写真を見て山崎さんは、ああ、こいつならうちの裏の林にたくさんいるよ、こういう風に答えた。で、男の子はそのクワガタムシが欲しかったらしく、欲しいなとか捕まえてね、それ約束して、こういう風に山崎さんに言ってきたの。でね、普段は無口な山崎さんだけど、相手が男の子だから珍しく口が滑らかになったらしい。ああ、いいともって言って約束してあげた。でもね、今の時期はまだクワガタムシはいないから、あと一月したらきっと持ってきてやる、約束するよ、こういう風に男の子に言ったっていうわけ。だから山崎さんは治療が終わってもこの病院の待合室に通っているっていうわけ。山崎さんは毎日箱を持ってきていたんだけど、その箱の中にはクワガタムシが入っているっていうわけ。だからね、山崎さんはその男の子が何という名前なのか、あるいはどこに住んでいるかっていうことは知らないんだけど、その約束した時のことをよく覚えている。青白い顔をした弱々しい男の子が山崎さんの言葉を聞いて、ね、きっと持ってきてやる、約束する、こういう言葉を聞いて瞳を輝かせ、頬を蒸気させていたんだね。で、そこからしばらくして母親らしき人が診察室から出てきて、ね、枝先生とその男の子のことについて話したんだろうね。その後そそくさと男の子を連れて帰ってしまった。で、それっきり男の子と山崎さんは会うことはなかったんだけど、その時一瞬母親の目に涙が潤んでいるのを見た。で、それがちょっと心配で男の子のことを忘れることができなくなったんだろうね。で、クワガタムシが捕まえれる季節になったから、山崎さんは毎朝クワガタムシを捕まえてこの病院の待合室に来るっていうわけ。あの男の子に生きのいいクワガタムシをあげたい、こういう思いから、わざわざ毎朝クワガタムシを捕まえてこの待合室で昼過ぎまで待ち、男の子と会えなかったらそのクワガタムシをまた林に返してあげるんだろうね。で、次の朝また生きのいいクワガタムシを捕まえる、これを繰り返しているっていうわけ。で、それを聞いてね、看護婦さんたちは感心した。山崎さんって本当はすごく優しいんだ、こういうふうに言って褒めた。で、その言葉を聞いて山崎さんは照れて顔を赤らめたんだけど、すぐにね、いつもの大人に接する時の山崎さんに戻って難しい表情で、約束は約束だからだ、こういうふうに言った。で、ここは病院だから全ての患者のカルテがあるよね。だから枝先生は看護婦さんにお願いして、その男の子のカルテを調べてもらった。今の情報からその男の子の名前とか住んでる場所とかがわかるからね。ということで、その男の子が何者か看護婦さんが枝先生にその後伝えたんだけど、その時の看護婦さんはちょっと緊張しているようだった。山崎さんがいないところで枝先生が看護婦さんから誰かということを聞いて、また枝先生は山崎さんの元へ戻ってきた。で、こういうふうに言ったの。分かりましたよ、あの子はあの後私が紹介した大学病院に通うことになったんです、だからここの病院に来ることはなくなったんだ、こういうふうに伝えたわけ。で、その言葉を
聞いて山崎さんは納得したんだけど、それと同時に心配にもなった。だってここの枝院では見ることができないくらいの重い病気かもしれない、そういうふうに思ったんだね。だって大学病院といえば専門的な病院だからね。だからね、山崎さんはどこが悪いんで、こういうふうに聞いたんだけど、それに対して枝先生は、いや大丈夫ですよ、すぐに治るでしょう、こういうふうに言った。だから山崎さんは安心して、あ、それならよかった、でこのクワガタその子に渡すことができますか、こういうふうに聞いたので、それに対して枝先生はしばらく考えるようだった。そして、いいですよ、私が今晩にでも届けてあげましょう、こういうふうに山崎さんに伝えたの。なーに、車で行けばすぐそこの場所だから、あの子きっと大喜びしますよ、山崎さんのことも伝えておきますからね、こういうふうに言ったわけで、それを聞いた山崎さんは嬉しそうな顔して、クワガタムシを枝先生に預けて何度もお辞儀して、その枝院から去っていった。これで山崎さん、もう明日からこの待合室にやってこなくていいだろうね、すごく満足そうな清々しい表情をしていた。でもね、その山崎さんの後ろ姿が見えなくなってから、その話を聞いていた二人の看護婦が枝先生に同時にこう言った。先生、だってあの子はもう、こういうふうに言ったんだけど、その後に続く言葉はなくなっている、こういう言葉だろうね、このことはもちろん枝先生も知っている、その男の子がもう2週間も前に死んでしまったということ、大学病院で心臓の手術をしたんだけど、その甲斐もなく男の子は命を落としていたんだね。二人の看護婦さんはなぜ山崎さんにそのことを伝えずに、あの子にクワガタムシを渡すなんて約束をしたのか、そんなことできっこないじゃないか、こういう思いがあったから、そのことをすぐにでも枝先生に聞きたかったんだけど、山崎さんがいる前ではその質問をせずにいたんだね。枝先生が山崎さんとその約束をした理由は、あの子の代わりに、つまりあの男の子の代わりに約束を果たすためだという。そう、その約束というのは男の子のための約束でもあり、山崎さんのための約束でもあった。男の子はクワガタムシを山崎さんからもらうことをすごく楽しみにしていただろうし、それと同じくらい山崎さんもその男の子にクワガタムシを渡すのを楽しみにしていたっていうこと。もちろん男の子はもうこの世にいないから、その約束を山崎さんとの間で果たすことはできないんだけど、山崎さんはずっとその男の子にクワガタムシを渡すのを楽しみにしていたでしょ。枝先生はその男の子の代わりに山崎さんとの約束を果たしてあげよう、こういうふうに考えたっていうわけ。山崎さんはきっとずっと想像していたに違いない、男の子が大喜びでそのクワガタムシを手にする時の顔を。で、さっきの山崎さんの様子を見たら、すごく満足気で喜んでいたから、その男の子との間の約束は十分に果たすことができた。だから枝先生は自分がその男の子の代わりとなって山崎さんとの約束を果たせたこと、そこに満足しているんだろうね。どうですか、今回の授業分かりましたか。町の小さな病院の待合室で起きた話、心が温まるような話だったんではないでしょうか。私たちはいつ死んでしまうかもしれないけど、命がある限り人生の楽しさ、素晴らしさを味わっていく、そのことが大切になってくるんではないでしょうか。もう一回今回の話を読み直して、登場人物の気持ちを考えていってみてください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って解説動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。